カラオケの上達の第一歩はキーを合わせることです。歌をご自分に合わせてください、ね、ご自分が歌の方に行かないで、ご自分が綺麗な声が出るところに歌を持ってくるという形でですね、この歌は一つ下マイナスだなとか、この歌は三つ上だなとか、この音じゃないです、はい、それからですね、この歌はですね、バラードというものなんですね。でバラード演歌じゃないんです。じゃあどう違うか、ね、あのいろんなところをですね引っ張っちゃうと演歌になっちゃうんです。私を捨てる、私を捨てるその方でれれってやると演歌になっちゃいます、ね、でそうでもなくて最後は私を捨てる、もうるって出たらすってやめるんです。私を捨てる、私を捨てるその方でれという感じでですね、あのもうこんなに短く切っていいのと思うぐらいに切っていただく。それからですね、楽譜をご覧になるとお分かりのように、最初の方がですね、同じ音が並んでるんです。で、この同じ音を歌うっていうのはとっても難しいんですね。で、楽器だったらですね、同じとこを押したり弾いたりすればいいんで簡単なんですけども、歌の場合はですね、お声の場合はどうしても動きたくなっちゃうんです。ですので、だいたいお間違いになるのは最初の部分なんです。で、真ん中辺はですね、気持ちよく歌っていただければいいんですけども、一番最初のところが同じ音です。でこの歌に限らずですね、皆さんいろんな歌をお歌いになると思うんですけども、私もあの完全に楽譜を読めるわけではございません。でも楽譜を見てですね、どうするかって言いますと、前の音と今の音が同じかな、低いかな、高いかな、それだけで結構なんです。そういう時にですね、手を使うといいんです。私を捨てる、やると大体上手に歌える。私を捨てる、これを早くする、私を捨てる、でこうやってやるとあのその通りに歌えます、ね。今日は作曲家の先生が来てですね、違うとかいろいろ考えてましたねでですね、あの皆さんもカラオケ大会ね、あの審査の部なんかいろいろお出になると思うんですけども、島礼二先生もいろんなところで審査がやってます。大体ね、ワンコーラスで、お点がつくわけです。そうするとですね、全部聞いてからじゃあ先生も点がつけられないんですね。だから一番最初が出足が大丈夫なんです、ね、普通にですね、私を捨てるって言わない、私を捨てる、こういうふうにやるとお点がよくなります、ね、あの破裂音で言うんですか、こう私を捨てる、こうやってやると、あ、この人上手だなと思い込ませる、審査員にそう思い込ませることが大事でございますそれからですね、ジェスチャーを一生懸命つけていただく、ね、この辺でこうやらない、もう精一杯私を見てという感じですね、こうやってやっていただきますと、あのステージが変えますのでね、ぜひ大きな声をお出しになって、そして大きく手を広げてですね、カラオケ大会でぜひこの歌も歌っていただければと思います。はい、それではですね、ちょっと低いかもしれませんけれども、そのノーマルでやらせていただきます。どうぞ皆様お口ずさんでいただいて、私の声が消えてるのに皆さんの声が残ってたら長いんです、ね、本当にこんなに短くていいのと思うぐらいに短く切って歌っていただきますと、この歌の良さが出ますので、そのようにしていただければと思います。はい、では花岡雄平作詞作曲、愛じゃなくて、私を捨てるその腕で子猫を拾って帰る人、あたりがにじむ狭い部屋、寂しい背中見つめてる、痛い雨が止むまで好きで好きでたまらない、
せとって愛じゃなくても愛じゃなくても